はい、おかえり。寿司が好きだ、はい、おー、いいね。寿司、あとね、カップラーメン。おお、ちょっと、これ食いたいなと思ってカップラーメン、まあ、あったかいもんね、体温まるもんね。そんなに寒くなかったよ、外。あ、そうだ、風が強かった。でも俺昼間出かけたんですけど、なんか今日寒いなって。開けていい？あ、開けて。おなんかわさびが入ってないみたい。わさび抜きしかなかった。あ、袋わさびが入ってるよ。あ、そうなの。はい、わさびが欲しい。これカップ麺作って、はい、カレーが食いたい。入るさ、それちょっとなんか食う、なんか食うかなと思って適当に買ってきたんだけど、ほぼイカって食べたことある。シーフードヌードルかな、がイカがね、増えたんだよ。あ、そうなの。はい、なんか食いたかったら食っていい。でも寿司にイカ入ってるから、こっちのチリトマト食べようかな。寿司に、はい、寿司とチリトマト合う。うん、まあ合うんじゃないかな。おでんにもさ、あの、うん、トマトを入れるとこあるじゃん。ああ、それぐらい。今やゴミ箱はないの。あ、ゴミ箱はどこだ。よいしょっと。寿司が偏ってる。そんなに寒くない。あ、箸がないな。あ、箸ね。箸、手洗っていい？はい、これ入ってんの本当に。あ、入ってんのか。うん、バタバタバタ、うん、フレームある、みんなフレームある。うん、いい。箸ある。箸あるよ。普通の箸、割り箸、どっちでもいい。割り箸結構ある。割り箸でいい。割り箸にしようか。うん、よし。あ、お手拭きがある。ああ、いい具合に。はい、はい、手洗う。あ、これ寿司、うん、寿司。あれいる、鳥皿みたいなやつ。あ、鳥皿持ってこうか。平べったいのでいい。なんでもいい。はい、わさびが入れば。うん、袋わさびついてんじゃないかな。あとこれですよ、これ。それ何？これはファミリーマートの骨付きファミチキと、うん、あとこの時期限定のローストチキン。あ、そういえばさ、はい、もうチキンでございます。店もさ、うん、もうケーキとかさ、うん、あの鶏のそういうのがもういっぱいだった。あの、はい、みんなクリスマスのさ、うん、クリスマス食うんだろうね。そのクリスマス、クリスマス用のさ、はい、わさび一袋しかない。これ使う、うん、クリスマスのためにみんな買って帰ってやるのか。もうすげえ買ったよ。もうすげえ買った。本当すげえ買った。もうみんなケーキとかチキンに群がってた、うん、店は。わさびいらないの。わさびね、家のわさび、家のわさび、家わさびで。またよこし。そうこうしとるうちにカップヌードルできちゃう。もう全然カップヌードル何分か見てないんだけど。今2分ぐらい。あ、そうなの。はい。まあ適当でいい。これシーフード。シーフードはまた後ほど。カップラーメンおかわりって。カップヌードルとカップラーメンはどう違うかという。カップラーメンとカップヌードル。まあ、美味しそうね。うん、寿司が、うん、これはあれか。ガリっていつから呼ぶ。ガリでもバラバラ。ガリいる。子供の時生涯って言ったけどね。バラバラだよ、はい、うん、もうちょっとでかいガリが良かった、うん、いくら食ってね。はい、これいくら、いくら、うん、ファミチキの骨付き、はい、今、まあ、25日までって書いてある。これ破っていい？いいよ。めっちゃ熱い、キンキンに。あ、こっちが下か。熱っ、熱っ、キンキン熱々。
キンキンに熱い。それ捨てちゃったね。袋二重にしてガブって。手で。熱っ。こう二重に。はい、あ、そうだ、うまいよ。こうすればまあそんなに。かぶっていいのこれ。いいよ。いただきます。はい。ガブ。うん。うん。うまい。なんか2人分のってこれしかなかったの。他なんか別の種類のってなかった。これとこれの同じのの1人前と2人前と3人前しかなかった。いや3人前の買おうかなって一瞬思ったんだけど、ちょっと多いかなと思って。そのなんかチキンとかもあるとか言ってたし。あ、なるほど、うん、あれだね、ネタも同じバリエーションにして、とにかく今日は数作らないとって、かもしれないし、あ、増えるでしょ。やばい。もう3分経ったかな。気持ち3分。気持ち3分。はい。これスパゲティもカップ麺もアルデンテが好きだから。うん。固めが好きなの。固めが好き。麺とかそう時間出すと柔らかくなってくるじゃん。うん、まだちょっと硬いうちに開けて、うん、一口目はちょっとね、芯が残ってるかもしれないけど。うん、待ってられないの。待ってられないし。めっちゃ腹減ってたんじゃないと。うん。すげえ腹減ってそうな感じ。うんうん。あ、ちょうどいいぐらいだ。俺の好きなさ、ハマチとかさ、ないんだけど。ああ、これなんじゃ、縁側。縁側が入ってて、ハマチとか、ね、ブリみたいなのが入ってない。キュウチカップヌードルの量が全然違くない、今、食ったから。食ったから。あ、うん、俺3口ぐらい食った。あ、そうなん。はい、もうすごい少ないなと思って、こっちに比べて。結構蓋パンパンまで入ってたよ。カップヌードルのカレー味はたまに無性に食いたくなる。あるある。チリトマトヌードルは、なる、ならない。チルトマトヌードルならない。カレーがない。うん、チルトマトヌードルもあれですよ、レギュラーメンバー入りしたからさ。うん、はい、通年売ってるけど。っていうことは好評だったんだろうね。うん、まあもともとは期間限定だったの。うん、うん、ここにチリトマトヌードル好きな人がいますから。嬉しいな。縁側っぽいね。縁側と、まあ、ヒラメ？カレー？ヒラメ？夕方のせいがすげえ人多かったよ。おお。今日考えたらクリスマスイブなんだね。うん、クリスマスイブよ。全然そんなよ、うん、クリスマスソングとか流れてた。うん、流れてる流れてる。全然意識してなかったけど、うん、みんな家で食うんだろうね、そういうの、うん、おうちクリスマス。すげえ並んでた、ケーキのところ、うん、ケーキだとか、これ何？トリガイじゃないかな。トリガイ？はい、貝だよ。貝？一瞬イカに見えるけど、一瞬タコ、あ、イカかな。イカとかタコかな。イカかな。トリガイじゃないか。イカだな、それ。イカなの。ちっちゃいイカっぽいね。
くても寿司よりもカップ麺の方がさ、うん、嬉しいみたいな。まあ、特にめっちゃチリトマトカップヌードル食ってんじゃん。あと麺伸びると嫌だもん。あ、伸びた麺食べれないからもう、うん、ちゃんと責任持って最後まで食べるために、うん、はい、麺食った。あとスープだけ、うん、ああ伸びるの嫌だ。はい、伸びるの嫌で、こういうとこって何をしよう。これマグロでしょ。これもマグロ、うん、これ何なん、部位が違う。こっちがビンチョウじゃない。あのマグロの種類が違うんじゃない。よくわかる、そういうのではないかと。ではないかと。部位という人もいるけど種類が違う。マグロの種類だと思うよ。キハダマグロとかさ、うん、そういうやつじゃないかな。うーん、あ、こんなところないやつが、こういうところと、うん、これ一緒、一応赤身と中トロみたいな感じなんじゃん。どっちかずつやったらちょっと分かんないけど、これ何、あ、こっちが貝かな。貝、こっちが貝じゃん今のがよ。このイカだよね、このてんてんつぶつぶがついてる方、このタウリンがついてる方。タウリン。タウリン。これさ、うん、持って帰るときにさ、ほら今、うんうん、有料じゃん袋が。うんうん、で、なあのカバン持つようにしてるけど、うん、こいつはさ、ほら平らに持って帰りたいじゃん。うん、だから平らな寿司用のさ、うん、ビニールあるじゃん、なんか平べったいやつ、そこが広いやつ、うん。それつけてくれって言ったのね。うん、そうするとやっぱりそれもね、取られた。3元取られた。本当、寿司用の袋も有料な。そう、寿司用の袋も有料になってた。貴重じゃない。あ、うん、これも有料なんだと。まあ、うん、ビニール袋だからね、同じ。うんうん、まあ、しゃあねえなと思って。うん。うん、まあ、大変じゃない。うん、これどうやったの？イカ。イカじゃない。エビ。これがついてるの、私これ抜いて。甘エビ。うん、エビに尻尾をつけっぱなしなのはなぜかと。見栄えがいいからじゃない。うん、見た目、うん、映えじゃない。映えじゃない。うん、あ、ローストチキン、ちゃんとローストチキン。ちょっと甘口かな。うん、こういうのいっぱい売ってたもん。山釣りだった。ごはん。うんうん。もう売れるもんね。今日が稼ぎ時よ。木曜日だからね。イブが金曜日だったらもっと盛り上がるかもしれないけど。ケーキ屋がとにかくすごかったな、うん、チキンはそんなに人が群がってなかった。なんか買って帰ろうかなと思ったけど、あのチキンとポテトのセットみたいなのいっぱいあったから、うん、パーティーセットみたいなやつ、うん、でもなんかこれがあるって聞いたからさ、うん、チキンが、うんうん、でも買って帰らなかった、うん、これもかぶっていい、うん、いいよ。なんかこれチキンレッグ、まあ柔らかいんだね、うんうん、もっと硬いかと思った。なんか一回煮てから味付けして、うん、うん、そう、そんな感じだよね。ちょっとなんか、はい、炙ったみたいな、うんうん、柔らかい、すっげえ。ローストチキンっていうか鶏のチャーシューみたいな感じ。鶏のチャーシュー、鶏のチャーシュー書いた。悪くはないけど思っとったとちゃうみたいな、はい、おチキン、うん、貝、ローストチキン、ローストチキン、うん、まあ
柔らかいし食べやすいけど、ちょっと頼りないっていうか、うん、こんがりローストさ、うん、あるん表面パリッとして、うん、子供でも食べやすい感じにしてあるっていうか、ああそうね、うん、大きさ的にも、うん、昔のこのこんな大きいさ、うん、拳2つぐらいはあるようなでかいチキンのあれだと子供食べきれないだろう。やっぱ正常心にもこんないっぱい積んじゃったら、変わらなかったけど、正常石だったらうまいかもしれない。うまいかもね、正常石だったら、うん、うん、高いかもね、でも正常石の、あの値段見てないけど、うん、ああ、うん、わさびがつるんとこ、うん、あ、貝うまいな、コリコリして、うん、うん、うん、何がい、何がい、つぶがい、さっきからつぶがいばっか知ってるけど、つぶがい、軍艦の前がくっついちゃって軍艦転覆したよ、あ、大破、大破炎上今もう外出かけるなっていうムードになってるからさ、うん、自粛モードだよね、うん、これ持って帰るのが売れるんだろうね、うん、うち食べといて何、うん、あと出前とか、はあ、今日なんか出前すごいか、うん、すごいんじゃない、30分待ちとかピザの宅配とかすげえんじゃない、2時間待ちとか、ああ食った、はい、うん、なんか寿司が食べたい気持ちになってさ、うんうんうん、今日電車、うとうとしちゃって電車の中で、うんうん、乗り過ごして、うお茶欲しい、グリーンティー、昼間飲んでた残りがある、うん、なんかケーキみたいなの買おうかなと思ったけどさ、うん、お父さん電話でさ、なんかケーキあるとか言ってたよ、ショートケーキが、はい、だから買わなかった、うん、甘いのいっぱい売ってたけど、うん、ケーキ、あ、ケーキね、うん、ケーキどうしようかなと思ってさ、あの、うん、駅前に絶対ある工事コーナーとかだと、うん、と思ってさ、うん、まあ工事コーナーも今美味しくなってるからさ、うん、工事コーナーでもいいかなと思ったけど、うん、工事コーナーまで行くのめんどくさくなったから、うん、うん、結局ね、じゃそれこそ成城石とかでさ、いっぱいうまそうなケーキ売ってて、うん、なんかフルーツがいっぱい乗ったタルトだのさ、うんうん、ロールケーキだのいっぱいあったんだけど、うんうんうん、買わなかった、うん、食い切れないかなと思って、あ、結局食っちゃうけど、うん、食べ過ぎかなというか、それはあるね。アリさんもいいのに、うん、俺もい
あと半分食ったもん。あのイクラ以外は全部食った。全種類食った。じゃあ待ってるの、あれなんて。うん。わさび残ってるか。うん。わさび無理だ。うん。俺ね、お前の箸で。いいわさびだけ食べた。普通の人っていくらに、恥ずかしい、いくらにわさびつけるかな。いくらにわさびつけないんじゃない。つけない。俺いくらにねプラス醤油とわさびつけるの好きなんで。うん。はい、じゃーん、じゃ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 ん、すげえ、はい、コンビニのケーキって感じだな、はい、でしょ、コンビニケーキって感じがすげえするよ。スペシャルいちごショート。ファミマでさ、このチキン買ったからさ、ファミマでケーキ買おうかなと思ったけど、うん、行きだったのよ、ファミマ、うん、ほんでいろいろ買いたいものがあったからさ、ケーキぐっちゃぐちゃになっちゃうといけないから帰りにしようと思ってさ、うん、で信号渡っちゃったからさ、うん、あ、ファミマ信号のこっちだわと思ったけど、もういいやと思ってそのまま歩いてって。でもこれ山崎って書いてあるじゃん、山崎パンのケーキだったら。山崎かいな、だって山崎って書いてある。あ、本当だ、気がつかんかった。でもうまいんじゃない、山崎、山崎パンのケーキだったら、うん、ケーキセブンで買ったんだよね。あ、そうなの、うん、セブンケーキじゃないの。セブンのスイーツのためにいっぱい置いてあったけど、山崎になっちゃうの。山崎って書いてある。うん、ファミマは自家製みたいな。この三角ショートと、うん、あー見て、イチゴ、嘘だ、ほら、うん、半分、あ、本当だ、イチゴ一個と思ったら半分じゃん。丸いタイプと、うん、この三角ショート2つのタイプと、うん、でチョコショートの2つのタイプと、うん、あと三角ショート1個だけのタイプ、うん、あったけど多分セブンに置いてあったの全部山崎のだね。中に一切イチゴ入ってない。ここも安い、安い感じがすげえ出てる、うん、一切イチゴが入ってない。ザコンビニケーキって感じ。うん。ほう。うん。あれじゃない、エグロワイヤルエディションじゃないのね。でも味はうまいよ。うん。甘い、すげえ。うまい。うん。子供でも喜ぶぞ。うん、そう、子供向けの味、もう砂糖でガンガン味付けしてある感じ。うん。それは気がつかなかった。しか今の季節、うん、マスクすると目がね曇っちゃって細かい時間全然見えないね。ああ。マスクが曇らないスプレーとかみたいな売ってるよね、特に。うん。効くのかどうか知らんけど、あんなの。うん、どうかわかんないけど。まあ、安いケーキだなって感じの、久しぶりにこういうチープなケーキ食った気がする。カレーで言ったらさ、ククレカレーとかボンカレーとかの、ああいう感じっていうか、ああいうチープさがあるよ。
ちなみにですね、うん、2個入りで税込み453円、そんなに安い。結構するじゃん。そんな安くないじゃん。200いくら1個、はい、そんな安くないじゃん。そんな安くない。たまに駅でほら100円ケーキとか売ってんじゃん、はい、まあ、あれよりは確かにうまい感じかな。100円ケーキよりか、100円ケーキは1個食えないもん、あれなんかまずくってそれよりかはうまい、うん、え、2個でそんなすんのこれ、うん、400いくらって聞いたら高い気がするな。そんな価値があるように、まあクリスマスだから売れんだろうね。あ、その100円ぐらい上乗せしたって売れると思うよこれ、うん、今の時期このタイプのさ、先週、うん、同じセブンに寄ったけど、うん、1個も置いてなかったもん。だから今売れるんだよ、だからクリスマスの時期はこれが、うん、こういうのが。だって実際トシキさん買ってきたじゃんこれ。だから普段コンビニでこんなケーキ買わないじゃん一切。だけど今の時期だからってことでやっぱ買ったじゃん、手が伸びたじゃんやっぱ。だからそういう客のための商品プラス価格設定だよ。なるほど、うん、500円超えちゃうとちょっとなって思うけど、そう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 、2つで450円ならまあいいかな。まあね、ワンコイン以下だからね。だからもう専門ケーキ店で買うよりかは安いよな、はい、ケーキ店で買ったらもっとすると思うからさ。ケーキ店だと1個400円前後じゃない今税込み、450円前後。ケーキ屋にもよるかもしれない、うん、450円もするか1個今。今結構ね、どう、うん、もう300円で買えないんだねこういうの、うん、あ、まだってすごいもりもり食べるじゃん。めっちゃ腹減ってたんじゃない、うん、そんな腹減ってたの、うん、本当。朝何食べた。朝お好み焼き。ああそうか、お好み焼き食って、うん、でそれしか食ってない。夕方、うん、なんか食った、なんか食うかなと思ってさ、はい、あのちょっと控えめにしといたんだけど、うん、俺がなんか買ってくる予感がした、うん、あ俺も買ってきたしあ、そうだ、ね、一緒に食べるかなと思って。まだあるんだよね。何を？これだよ。何それ？ミスター。あ、ミスターワッフルじゃん。のクリスマスバーレル。ああ、バーレルはケンタッキーだけじゃないんだよ。ああ、これいい、うん、これこれこれいいじゃん。クリスマスっぽいよね。あ、クリスマスっぽい。これはかわいいし、うん、これうまいよね。ミスターワッフルのワッフルうまいからさ。ミスターワッフル久しぶりな、うん、これは食っていいの俺。いいよ。これ中に入ってるワッフルっていろいろ違うのかなこれ。うん、いろいろ。これ去年も食ったよね、うん、今発売中。いいよ、うん、いいよ。発売中のワッフルの、うまい、うまい。もう生地が全然違う。これコンビニのさ、うん、ケーキのさ、このケーキとか、うん、スポンジケーキのそのスポンジの生地とこのミスターワッフルのこの生地が全然違う。全然うまい。こっちの方がさ、この小麦粉とか卵の風味が全然うまい。先にそっち食ってよかったよ、うん、全然違う。うまい。これいくらの？これバケツ1個。これね、うん、いくらだったっけな。どうせ880円ぐらいで。1000円しないの？うん。マジ？うん。あ、そうなんだ。クリスマスパッケージでこのちっこいのがいっぱい入ったバーレルが880円で、うんうん、クリスマスの箱に入ったあこの大きいワッフルが入ったのが
1100いくらだ。あ、そうなの。そんなに高くない、うん、そんな高くない。うーん、6個で1100いくらってまあ安いと思う、うん、うん、やっぱあれかな、うん、果物一切使ってないじゃん結局。小麦と卵だけじゃん、うんうん、小麦、卵、砂糖、うん、小麦、卵、砂糖だよ、うん、だからじゃないやっぱ果物が入ると高いね。うん、果物ね、確かに美味しい果物高いもんね、うまい、全然違う、うん、全然違う。絶対トシさんもケーキ食ってからミスターワッフル食った方がいい。ミスターワッフル食ってからケーキ食うともうケーキ食えない。うまい。めっちゃうまい。ミスターワッフル。おいしい。ミスターワッフルのワッフルうまい。腹いっぱいだからもういらねえかなと思ったけどどんどん手が伸びる。おいしいものは食べれるよね。うん、ではこのいわくつきの、そう、すげえチープだよ、うん、一応はそれ上にさ2分の1個乗ってるだけなんだもん。あと一切いちごない。真ん中の赤いのジャムだけ。ジャムね。ジャムだけ。ジャムが、うん、ああこれね、うん、スライスしたいちごに似せて挟んであるね。うん、そう。甘っ、うん、今この甘い巻いてあるさ、うん、フィルムについたクリーム舐めただけだけどさ、うん、なんかかき氷みたいな、ね、うん、子供向けの味じゃん。やっぱコンビニ、うん、コンビニだから甘くしてある。甘い、うん、めちゃくちゃ甘い。うまー、ミスターワッフル。これ何が違うんだろうね。これ ただの小麦焼いただけじゃん。はい。何が違うんだろう、これ。やっぱ小麦でも。いい小麦？粉が違うんだよ。粉が違う。小麦の品種が。小麦が美味しいのかな。はあ、こんな粉焼いただけなのに何がこんなうめえんだろう、うん、って思う。だ大した味付けもしてないじゃん。だってクリームが乗ってるわけでもないし、小麦となんだけフルーツが乗ってるわけでもないし、はい、なのにな、うん、めえって思う。このショートケーキよりよっぽどこっちの方がうまい。小麦と水と、うん、卵、あと砂糖じゃない。あと砂糖、あとバターか、はい、見た目的にはそっちの方がさ、生クリームも乗ってて、いちごジャムも入ってて、いちごものそう乗っててだけど、全然なんか味が違うっていうか、こっちの方がめちゃくちゃうまい。なこれなんか小麦焼いただけじゃん、うん、何が違うの。そこが美味しさの秘密。よっぽど小麦がいいのかな。あとバターか、うん、全部いいのか。小麦もバターも砂糖も全部いいの、うん。うわ、ギャンギャンに甘い、うん、そう、ギャンギャンに甘い、うん、なんか、子供の時に食ったケーキってこんな感じだよね。子供の時の昭和の、うん、何、富士屋とか宝船とかそういうケーキの味ってそんな感じだよね、はいはい、うん、ミスターはこれ、こんなの今風だよ。こんなの俺ら子供の時なかったよ、こんなの。ワッフルなんてさ、ワッフル、こういう柔らかいワッフル自体がお金持ちの友達の家に行かないとなかったよ、うん、ワッフル自体がなかったもん、うん、ワッフルなんて小学生の時とかなかったよね、こんなの、うん、まあいくらでも食っちゃうんだけどやめられない、うん、いろいろあるから、あれか、それチョコチップかな。あれも食べる、うん、
ケーキ残ってるのにそれ食ったらケーキすげえ食えなくなるよ。これまたまた、うんうん、全然違うでしょ。全然違う。そう全然違う。そのスポンジのさ、うん、これ食ったらさ、うん、これって店で焼いてんのかな、うん、あそこで店で焼いてる。そのスポンジのさ工場で作った感が急に気づかない？急に気づくよね、うん、これ工場で大量生産されたものだなって。こっちは人の手で焼いてる感じがするじゃん。で美味しいの食べた後に、うん、またこっち戻ると、うん、ちょっと戻っていい戻ってどういう感想になるか。もう工場で作った感がすごい。うん、もう工場で大量生産された感がすごいね、うん、あベルトコンベヤの味がするそうでしょ、うん、こっちはやっぱ人の手でパタンカチャンって焼いてる感じがするよね、うん、うまいな。何が違うんだ、うまい、うまい、うまい、めちゃくちゃうまいんだけど、そう、うまいよね。なんかこの何が違うの、こんな小麦焼いてるだけなのに、うん、もうやめらんないの、これめっちゃ食ってるよ、もうこれ、うん、チョコチップが多いな、うん、やっぱり小麦で人の手でチャ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 ってボールでかき混ぜてジュワーって焼いてんのかな。奥の方でやっててね。うん、こんな感じだよね。じゃあ手作り感があるもん。人の手が加わった感じがある。うん、温かみがあるよこっちは、うん。もうそちらもショートケーキのもうベルトコンベヤ感がすごいもん。そうね。うん。多分人の手が加わるの最初と最後ね、こう、うん、コーナーの袋を開けるところと、うん、最後梱包のチェックするとか、うんうん、うまい。これイタチ、イタチが気になってんだけど、フェレット、イタチ、フェレット、イタチ、イタチ、イタチ、ウサギ、ペンギン、シロクマ、狼、うん、ペンギン、うん、冬の動物、うん、おいしいね、うん、うまい。全然違う。売り切れてんじゃないかなと思って言ったら最後の言い方だったから。マジ、うん、待ってたんだよ、うん、待っててくれたんかね。待っててくれたんじゃない。全然違う。うまい。うん、これもあれなの、スタッフも押してもらえたの、うん、880円は安いよね、この量で、うん、これってちっちゃいけど、これちっちゃい用に焼いてんのかな、これ、うん、あのミスタードーナツのほら、うん、ディーポップとかいうやつ、あの、うん、ドーナツの穴の真ん中のくり抜いたあれを集めて作ってんでしょ。そうなの。いや違うの、あれそうじゃないの。わざわざそんなことしてんの。え、わざわざっていうか、あれだから、うん、あのカスを集めたんじゃないの、ディーポップって。え、あれってあれのために焼いてんの、わざわざ丸く丸くボトボトって油に突っ込んだ方が手間かかんないじゃん。え、輪っかの、輪っかのってさ、うん、あれこう生地があって、うん、ボフって、そう、ボフって抜いてんねん。くるんとしてないの。くるんと、そんな人の手でこれやってないんじゃない、バザー。機械で。機械で。機械でもちろん。機械で。うん。え、ボフって。ボフっての打ち抜いてんの。打ち抜いて真ん中の廃棄処分する、ま、丸い中の中央をディーポップとして出してるの。逆コアラのマーチみたいに。何逆コアラの。コアラのマーチもさ、あの生地からバーンと打ち抜いてさ。はい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 。あのコアラの形にして。はいはいはい。あ、その外側の、うん、そうそう、逆コアラのマーチだよね、ドーナツの。逆コアラのマーチの、あの外側のあれはどうするんだろうね、コアラのマーチのその外の、うん、要するに肩抜いた、うん、
あれでしょ、プラモデルの骨がのくっついてある中取って、あれは非正規雇用者のために、うん、はい、あれどうするの、給料の代わりに渡します。本当にひどい。逆コーラのあれ、また逆コーラのマーチのあの皮はまた集めて、うん、また型のに混ぜんじゃない、そしてまた永遠にコーラのマーチをしていくんじゃない品質的にダメじゃん。あ、豚の餌だよ、豚の餌豚の餌にしては高級。 そんなことやったら永遠に永遠にだから回す、だそのうちちょっとずつ減ってくるっていうか、新しいのと混ぜて消費できるじゃん。ほんと、まだ何日前のか分かんなくなっちゃうじゃん。ほんとそれすぐにもうなくなるんじゃない、逆コアラのマーチは。あんなもん、うん、全部豚の餌だよ契約農場、豚の餌契約農場、豚の餌にしてはいいものすぎるよ、コアラのマーチの。もしくは鳥の餌、うん、もしくは畑に撒く肥料として。本当だ、いいものすぎるんじゃない、それにしたら。それで廃棄食料問題になってる。廃棄食料、食料っていうか、まだあの状態だと人間食べれんけどね。逆コアラのマーチはコアラのマーチにしてんじゃないの、うん、で循環だよ、そうと循環、朝日、じゃあ、あれチョコレート食品衛生法に引っかかる。チョコレート、嘘、引っかからない。あ、チョコレートフォンデュの、あの、なんか噴水みたいなやつも、あれも巻き込んでまた吸い上げてこう上げてんじゃないの、あれも。それ一つのお店の店舗だからいいんじゃない。誰もでも今日始めましたとか言って、実は1週間使ってる店もあるかもしれないけど、あれはどうなってんの、あの、うん、チョコレートフォンデュのやつはチョコレートシャー出てるじゃん、うん、あれ落ちたやつはまた吸い上げてまたシャーって出してんの、シャーって出してる。マジか、でもあんな客がさ、これマシュマロとかこう刺してさ、これ注意でこれブーってな、眠ってブーってまたこれ、うん、このマシュマロとかバナナとか突っ込んでるかもしれないじゃん、うん、突っ込んでる、突っ込んでる、いやー気持ち悪い。それまた巡回そうなってるかもしれないじゃん。だから気持ち悪いから俺やんないとお坊ちゃんさたちの俺にはちょっとできない。絶対やっそう、絶対そう、子供とかさ、そう、子供とか絶対こう、絶対こう腕まで突っ込んでくるそれがまた循環でそうそう、チョコレート本場でもう食えないじゃん、そんな気色悪くて。だからね、よっぽどね、うん、あのちゃんとしたいいお店行かないとね、うん、それが永遠に、しかも1週間ぐらいこう毎日変えてますとか言ったら絶対もう1週間もあって、ちゃんと、毎日変えてないよ、あんなの。店の看板かかってる、いいお店行かんとね、あんな適当にやってるから。店の看板かかってる、うん、店の番看板かかってない店もあんの、うん、ある安い食べ放題の店なんかもその感じでもう、うん、おし、そしたら地味な、地味なクリスマスパーティー地味なクリスマスパーティー、地味なクリ、地味なクリスマスパーティー、はい、はい、はい、じゃあごちそうさま、はい、ごちそうさまでした。元気がない人を元気にしたい、元気がある人にはもっと活力を、あなたもハイドと話してみませんか。対面、電話、ズーム、メールであなたの話をお聞きします。詳しくは動画下の説明欄からどうぞ。